せて。この一品、重心の位置が絶妙だな。容赦しないわよ。相手にならないよね。相手にしなきゃいいの。向かってくるものはしょうがないでしょ。どうに。
終わりだ。バカだよ。無駄さ、生命力全開。いっけ、こっちの番だ。次、終わりだ。言いたいことでもあるの。敵に使う限りもない。宿って炎よ。まあ、ごめん、たまぐれ。上出来ね。強そうな。武具だね。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。
引き締めていこう。これ大丈夫かな。この地下道の住人か。きっと蛇の女神の仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。こんな大物が待っているとは。何としても逃がさないつもりね。みんなのためにも倒さないと。蛇の女神の前にこの元にの力で勝っちゃうよ。銃の必要勝っていることが弱点だよ。顔を絵に描くわ。やっと
仕掛けてくるぞ。ええ、気をつけて。仲間を奪ったな。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの？魔王エミカ、変わった。何をしてくるかわからない。油断しないで。炎よ、巻き込め。終わりだ。マグナレオ、今だ。やらせない。マグナレイ、大丈夫か？ウレゴン、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それで
もしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか。メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。何か視線を感じるわ。なあ、こういう場所をいくつも持っているのか。蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり。ジルファを助けるんだよね。ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ。不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2種屋内待機命令がシスル連全域に発令された。特務及び懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内に留まり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか。どういうこと。フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう、本部前の広場だ。どういうことだ。なぜ急に処刑が早くなった。落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ。ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね。とにかく今は広場に急ごう。
公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら、屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさか本分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。ジルファ、大丈夫だよね。ああ、早く片付けて助け出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。撃つに行け。秩序のもとに生きることを許されし、すべての者に命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そう。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間はある。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみる。そろそろ舌もほぐれてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきたが、ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。
戦いに犠牲はつきものだというやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スレドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、親父。ロウ、お前。なんでこんなこと俺が。今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー！お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。すると、ガナベルト！マスター号の輝きは、これは…メネック？もう少し引っ張るつもりだったが…それはマスター号は…一体…おやじ！マスターコア同士の共鳴とは、これはしたり。ご苦労だった、サガレ。まさか、それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアのスルド、ガナベルド・ファルキリス。エナのスルドがダナ
魔の指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる。狙いは俺だったのか。アルベン、ジルファが。親父。特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。他人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから…ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺はお前に…親父…冗談だろ。まだ何も何も
以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの敵を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。いいか、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものをあげた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。